新道部衛門は、日本の実業家。日本初送電副総裁、中国電力初代会長、水資源開発公団総裁などを務めた。山梨県北駒郡小淵沢村出身。山梨県立甲府中学校、長野県立諏訪中学校、佐賀県立佐賀中学校、旧西第五高等学校を経て、九州帝国大学工学部電機科卒業。 1923年東方電力入社。東京電力を経て、東京電灯取締役、関東配電副社長、潜在復興飲業務局長、資源庁長官、日本発送電副総裁、通商産業省資源局長、行政審議会委員、中国電力会長、電源開発副総裁、大小通商株式会社会長、愛知用水工団副総裁、 水資源開発公団総裁、電源開発調整審議会会長代理などを、歴任。松永安左衛門や、小林十三、高崎達之助の下で能力を発揮し、国力維持のための電源確保、水力、火力の発電計画、戦後経済復興ための電力供給に携わった。おじは、東方電力常務、九州鉄道社長などを務めた、新道公平。 ありがとうございます。